はいどうもこんにちは、ハグリーマンチャンネルの YJ です。今回は闇営業吉本騒動で話題の宮迫さんがなぜハゲてしまうのか、なぜハゲがちなのかといったテーマで話をしていきます。宮迫さんといえばスカルプ D の CM でもおなじみの超面白芸人さんです。知っている人も多いかと思いますが、宮迫さんは数年前までハゲていらっしゃいました。育毛治療を続けることでハゲを克服した一人としても知られています。今回の闇営業とか吉本騒動で大きなストレスを溜め込んで、せっかく治ったハゲがぶり返さないことを祈っています。宮迫言ってるけど宮迫って誰やねんという人のために、宮迫さんを簡単に紹介します。ポジティブな面では、宮迫さんは雨上がり決死隊のボケを担当し、さまざまな番組に出演していらっしゃる超売れっ子のお笑い芸人さんです。ネガティブな面では、闇営業に首突っ込んだり、不倫とか浮気とかの噂が絶えないやんちゃな面も持っています。本題に戻ります。宮迫さんがハゲやすい特徴を2つ整理しましたのでご紹介いたします。1つ目、不倫や浮気などオフホワイトな噂を作り続けることでオスが強すぎる人種であることが見受けられます。オスが強いということは、男性ホルモンのテストステロンが活発というかドバドバ出ていると想定されます。男性ホルモンとハゲの関係のメカニズムは後ほど紹介します。2つ目、宮迫さんといえば2ブロックアシンメトリーな髪型をいつもバチッと決めている姿が印象的ですが、いつもバチッと固めるために整髪量を普通の人よりもかなり多く使っていると見受けられます。サラサラヘアの蛍原さんと比べれば一目瞭然ですね。宮迫さんのハゲのポイントは男性ホルモンと整髪量、この2つが大きいと思います。続いて、男性ホルモンがハゲに関係するメカニズムを話します。男性ホルモンは還元酵素の 5α リダクターゼ2型と結合することで、悪玉男性ホルモンの DHT ジヒドロテストステロンというハゲホルモンに変わります。 DHT ジヒドロテストステロンがアンドロゲンレセプターと結合することで、脱毛因子である TGF-β を増やすように働きかけます。脱毛因子 TGF-β は FGF5 という髪の毛が抜けるように命令するタンパクに伝達され、毛乳頭や毛母細胞へ髪の毛を抜けなさいという命令を出します。男性ホルモンが普通の人よりも多い、または活発な人は髪の毛を抜けなさいという命令が多く出ることになる、または出やすくなるのでハゲやすくなります。続いて、整髪量の話です。宮迫さんは2ブロックアシンメトリーなヘアスタイルをいつもバチッと決めています。バチッと決めるときにワックスやスプレーなど整髪量を普通の人よりも多く使っていることが予想されます。ワックスや整髪量は別に悪いものではありませんが、長時間ワックスをつけたままにすること、ワックスをつける頻度が多くなってしまうこと、洗髪時ワックスを落とすときに毛根にダメージを与えてしまうこと、頭皮の油分バランスを崩すことなど懸念点をはらんでいます。いつも髪型をバチッと決めていることはハゲになるリスクをはらみ続けると考えることができます。宮迫さんの髪はいつもかっこいいのですが、ハゲになるリスクを自らはらませながら私たちにエンタメを届けてくれることに感謝感謝です。まとめです。宮迫さんがなぜハゲるのか、なぜハゲがちなのかを考察したところ、オスが強すぎることと整髪量に行き着きました。この動画を見ているオスの強い人、髪型をいつもバチッと決めている人は、宮迫さんがいかにしてハゲを克服して今のかっこいいビジュアルになったか注目していくことが良いかと思います。ハゲ対策についてまた別の動画で紹介させていただきます。本日は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。はい、最後までご視聴くださりありがとうございます。ブログやツイッター、LINE アットでもハゲ対策の情報を発信しておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。